ゼノサーガエピソード3ザラトゥストラは各語り木はモノリスソフトが制作しバンダイナムコゲームスが2006年7月6日に発売したプレイステーション2用ロールプレイイングゲームであるゼノサーガシリーズの第3作目にして完結編となる最終的にシオンが自立して旅立つまでの過程を描いている人物の個々の物語の決着を見せることを主軸に 置いた作品であるため、場や組織間の思惑、構想、対立などはほとんど説明されていない。エピソード2の話の結末から、エピソード3が始まるわけではなく、マニエピソード2とエピソード3の橋渡し作品、ゼノサーがエピソード223、エーミッシングイヤーが存在しており、エピソード3内でも断片的にではあるが語られている。物語は、 グノーシステロ事件の数ヶ月後から始まる。シオン、ウズキは、ベクターとの決別を決意、UMN、MM、に関する情報を手に入れるため、反 UMN 組織、スキエンティアと共に、ベクター S ディビジョンに潜入する。その頃ベクターでは、T エロスが新たに開発され、コスモスの破棄が正式に決定していた。一方、ジュニア、タチは宇宙に浮かぶ。 謎の浮遊大陸レンヌル社島の調査に向かっていたが、オルムスとの戦闘中浮遊大陸が突然光を放ち、エルザが光の中に取り残されてしまう。エルザを救出するため、コスモスの第三種兵装を利用することを提案するユリ・ミズラヒに従い、かつての仲間たちと共にコスモスを取り戻し、浮遊大陸へと向かうシオン。だがそこで彼女を待ち受けていたのは、 触れることすら拒絶し続けた辛い過去の真実だった。ありがとうございます。